ジャネル・エルキンは、トルコ・バルケスイル出身のサッカー選手。フェネル・バフチェ・スケ所属。ポジションは DF。2004年に、当時2部に所属していたベステル・マニサスポルで、プロデビューを果たす。このシーズンに、チームは優勝し一部昇格。1年半の在籍期間で39試合に出場し5得点を、挙げた。2007年1月にチェスカ・モスクワに移籍。同チームでは、 リーグ戦33試合、UEFA チャンピオンズリーグ7試合に出場し、2度の国内カップ制覇にも貢献した。2009年8月31日、シーズン終了後の買い取りオプション付きの契約で、ガラタサライ SK にレンタル移籍。当初はトルコ代表のハカンバルタのバックアップとして、左サイドバックで出場していたが、当時チームを指揮していたフランクライカールとは、 彼の攻撃センスを期待して、より攻撃的な左ウィングで起用するようになった。トルコカップのトラブゾンスポルセンで移籍後初ゴールを記録した。2010年、フェネルバクチェス KA4 年契約で移籍。ガラタサライ時代のコンバートの経験もあり、左サイドならどこでもこなせるユーティリティ性を買われ、多くの出場機会を得た。2012から13シーズンの UEFA。 ヨーロッパリーグ準々決勝の SS ラツ予選ではゴールを決めチームをベスト4進出に導いた2016年6月1日イタリアセリエ A のインテルミラノへ自由遺跡で加入しかしリーグ戦開幕前の8月8日にロベルト・マンチーニ監督が解任されフランク・デブールが新監督に就任すると構想外になり2016年8月31日に ベシクタシジェ経営、買取 OP 付きの1年契約で、レンタル移籍。2005年には、塗り写品らと共に、イタリアで開催された UE、UEFAU-17 欧州選手権で、優勝。FIFAU-17 ワールドカップにも出場した。2006年5月26日、ガーナ代表との親善試合に先発出場し、トルコ代表の初キャップを記録。 2012年6月5日のウクライナとの親善試合で代表初得点を記録した。ありがとうございます。